しいな。確かに部屋にいるはずなんだが。先ほどお約束のお電話を入れましたミラーでございますが。失礼いたします。私の主人の希望は先ほどのお電話で申し上げた通りでございます。すなわちぜひともあなた様を主人の一族の専属狙撃手として雇いたい。報酬は月額100万ドル。いかがでございましょう。いえ、金額が不足だと申されるなら 50% 増の権限まで任されております。150万ドルではいかがでしょう。申すまでもなく、これはビジネスでございまして、はっきりとコントラクトを交わすのは無論のこと、あなた様の身分も主人の有するいずれかの企業に所属することとなります。ここの所在をどこで探ってきた？それは主人の手の内の情報網とだけ申し上げておきましょう。いかがでございましょう。この種のギャランティーとしては破格の金額と存じますが、こちらの調べた限りではあなた様とご同業でこの10分の1も手にしているものはございません。要件はそれだけか？は？一件の依頼人は常に一人と決めている。だがその一人だけの依頼に固定しようと考えたことはない。わかりました。戻りまして、主人にそう申し伝えます。しかし、あなた様のお返事の遺憾にかかわらず、主人は決して諦めますまい。生まれてこの方、主人が望んだことで手に入らなかったものはないのでございますから。はい。キャッシュで5万ドル出してくれ。しばらくお待ちください。何かの間違いではないでしょうか。このカードは昨日で効力を抹消されておりますが。どういう？さあ、私どもには分かりかねます。このカードを発行いたしました本店の指示でございますから。私どもにはこのカードの効力を確認することができません。残念ですが、ご希望には沿いかねます。支店長に会いたい。あいにく今支店長は不在です。ただいま預金残高ゼロでございます。このカードは24時間前に効力停止ですので、お使いになりませんように。何分にもこれはスイスよりの指令でございまして、私どもにはその理由を問い合わせる権限すらございません。現在あなた様の預金口座はもちろんのこと、保有しておられた各国の証券、債券、信託預金、貴金属類、土地、屋敷、それに5箇所の山荘、7箇所のマンション、これらすべて24時間前から凍結状態に入っております。本人の意思なくしてそうしたことが行われる場合として、どんなケースが考えられる？そうでございますな、
信用を何より重んじる当スイスクレジットといたしましては、本人の意思ではないと分かれば、たとえ1セントの金も口座から移動させることはありえません。もし例外があるとすれば、当クレジットの理事会か、あるいは親会社が何らかの理由で強権を発令した場合のみでしょうな。誠に申し訳ありません。どうぞごゆっくり。お済みになりましたら呼んでください。ユークトーゴ様、あなた様宛ての電話が支店長室にかかっております。ユークトーゴ様をお連れしました。入りなさい。ミスター・デューク・トーゴ、どうぞ。あなたへの電話です。もしもし、ミスター・デューク・トーゴ、覚えておいでですかな。クリフ・ミラーです。そこの貸金庫の中身には手をつけずにおきました。そのキャッシュがなければ、今あなた様が受けている仕事の遂行に差し支えるでしょうからな。私の主人はもはやあなた様を専属の狙撃手として雇いたいとは申しておりません。今や対等の立場で手を組む気はないかというのが主人の新たな提案でございます。いかがなものでしょう。お互いに決してマイナスになる話ではないと。話はお済みですかな。今の電話の相手を知っているか。いいえ、残念ながら私のような一支店長では到底伺い知ることさえ許されない相手なのですよ。会長を敵に回したもので、かつて勝利を収めた人間はいない。アメリカ大統領、ソ連書記長といえど例外ではないというのに。どうあってもこちらの意のままにならぬというのか。申し訳ございません。今ゴルゴ13を焼酎にしておかねば、いつか必ず奴に狙われる時が来る。我が一族の世界制覇という野望を達成するためにも、わしは絶対に死ぬわけにはいかんのだ。単一の巨大資本によって世界平和が築かれるまではな。はい、その通りでございます、会長。さて、どうすれば奴を焼酎に収められるか。
ジュイッシュマフィアのボス、シャリム・ギデオンをやってくれ。八つ咲きにしても飽き足りんやつだが、やつも敬虔なユダヤ教徒だ。神の身元へ送るのは早朝の祈りが終わってからにしてやってほしい。